ラッピングシステム、ジアミラッパックは大きく3つの特徴があります。ジアミラッパックはハサミでカットしたりテープ止めをする必要がありません。そのため気泡緩衝材と比較した場合に最大3倍の梱包スピードで生産性向上に貢献します。GHG 排出量は約 90% ダウンが見込め、社会からの要請に対応しています。石炭、石油、天然ガスなど有限資源から作られた従来の緩衝材の使用をやめ、脱プラスチックを実現できます。ロール紙1つは気泡緩衝材6本分に相当します。資材補充時間の削減、トラック配送回数、輸送費の削減、資材、在庫スペースの大幅削減が可能です。高速隙間埋めシステム、フィルパックは大きく3つの特徴があります。フィルパックはエアバッグと比較して1枠あたり平均10秒の改善実績がございます。 GHG 排出量は100% リサイクル紙でも約 18% ダウンが見込め、社会からの要請に対応しています。梱包箱の横ですぐに緩衝材を作ることができるため、従来の作りだめ緩衝材の保管スペースを大幅に削減、動線確保が可能です。作りだめ緩衝材を取りに行く、腰を曲げて資材補充をするなどの体への負荷が軽減され、労働環境改善につながります。次世代緩衝材システムパドパックガーディアンは大きく3つの特徴があります。パドパックガーディアンは落下時の最大衝撃加速度は平均 50-60% ダウンが見込め、破損リスクを低減できます。 GHG 排出量は最大 70% ダウンが見込め、社会からの要請に対応しています。またケミカルフリーの安全素材で脱プラスチックを実現できます。紙パック1つでバラ緩衝材6-10本の体積を生成するため、資材在庫スペースの大幅削減が可能です。ラップパックプロテクターは箱のライニングから固定、支えなど様々な梱包ニーズに対応します。数種類の梱包資材を確保準備する必要がなく、既存の資材置き場スペースの大幅な削減が可能です。今回は環境負荷を減らす卵白車製品をご紹介いたしました。卵白車は長年のノウハウを生かし、環境に優しい紙緩衝材の開発・提供に取り組んでいます。物流梱包資材の選定や脱プラスチックをお考えの方に卵白車のソリューションがお役に立てれば幸いです。ぜひ梱包資材の一つとしてご検討ください。最後までご覧いただきありがとうございました。